宇品線は、広島県広島市の広島駅から南下し、宇品駅までを結んでいた日本国有鉄道の鉄道路線である。現在は廃止されている。当初は日清戦争の人員、物資輸送のための軍事専用線として建設された。開戦の1894年には、山陽鉄道が広島駅まで開業したため、この広島駅と宇品ナコを連絡するために、 陸軍省の委託により、山陽鉄道が軍用線を建設することになり、同年8月4日着工、8月20日竣工、8月21日に開業した。以後、宇品港から日清戦争、日露戦争、太平洋戦争に出征、復員する兵士や物資の輸送を担った。1897年には、山陽鉄道が陸軍省から借り入れて、 一般旅客営業を開始し、1906年には鉄道国有法に基づき国有化されたが、1919年に旅客営業は一旦廃止され貨物専用線化された。旅客営業が復活したのは昭和初期であり、その運行は芸美鉄道に1930年から委託されたが、1937年の芸美鉄道買収。 国有化により再び国鉄に移管された。戦争期間中の一般旅客の利用は、軍の規定により、基本的に認められていなかった。1945年8月6日の原爆投下に、際しては、比較的被害が少なかった南段原駅、宇治内機関で被爆者の輸送が行われた。戦後は、沿線の学校、大学病院、県庁仮庁舎、工場などへの通勤、 通学及び貨物輸送を行っていた。広島駅では一番線ホーム東側切りかき機部の霊番線に発着していた。しかし市内の復興が進行するとともに県庁をはじめとする沿線の公共施設が市の中心部へと転出。また同様に、広島駅広島港を結ぶ広島電鉄みな、実線、宇品線やバス路線の利便性との差が大きくなり、客足が減少。 営業係数が4000を超える全国有数の赤字路線となった。定期検客を除いて旅客営業は1966年限りで廃止。その定期見旅客扱い及び貨物扱いも1972年に廃止され国鉄の営業線としては使命を終えた。その後は宇治内4社協定線として通運業者4社が広島駅東側に位置する。 貨物駅の東広島駅宇じな貨物、取扱所間の国鉄直線扱いとして使用していたが、1986年に廃止された。宇治な4社協定線時代の上り貨物、列車遠行側橋梁を渡る宇治なへの下り貨物。旧大須口駅旧東段原駅間、1986年6月11日午前5時過ぎ頃。 旧宇治駅行き下り貨物列車が宇治に到着した後、機関車を上り貨物に付け替えているところ。1986年6月11日午前5時23分。東広島駅行きの上り貨物列車。国道2号線を渡った広島大学病院前の七三第三踏切から南望む。旧条大河駅付近。現在の広島霞郵便局前付近。 1986年6月11日午前5時54分旅客列車運行本数宇治中持取扱所で出発を待つ東広島駅行き上り貨物列車1986年6月11日午前5時30分1930年頃の広島市の地図1945年アメリカ軍作成の広島市地図開業当初のもので書かれている 記録によれば、宇治那線は1894年8月4日から同年8月20日までのわずか17日間の特管工事で完成し、翌日から兵員輸送が開始された。しかし具体的な計画は軍部により同年の5月末頃から秘密裏に進められていたとも言われていることから、建設についても実際には以前より準備がされていた可能性がある。 広島駅大須口駅広島駅東側の貨物ヤードは、いわゆるデルタ線となっており、国鉄線として廃止され、広島駅霊番ホームからの線路が撤去された1972年以降は、東広島駅が宇品線の起点となった。以下は、2010年11月現在のもの。ありがとうございます。